皆さんこんばんは、澤田栄一です。今日はですね、緊急告知ということで、皆様方に11月7日、ついに100年記念と、私たちがずっと戦ってまいりました100年記念と、今いろんな仲間が解体阻止に向けて活動しております。この100年記念塔のまずはスタートという形の中で、11月7日に解体に向けての足場を作るという形の中で、スタートが解体へ向けてのスタートをするということになりました。それに向けて私たちは抗議の凱旋という形の中で、100年記念塔のあの場所で、また北海道庁、それから北海道議会、一番責任のあるこの2つの前の場所で、できましたら凱旋をやりたいという形の中で緊急告知をいたします。11月7日、多くの方々に参加をいただき、何としてでも我々の財産であり、開拓の歴史のシンボルでもある、そして私たちの本当にこの北海道のベースでもある開拓という物語に関して、簡単に壊されてしまう、それだけは何としても阻止をしたいということの中で、私たちはまずは11月7日スタートに向けて異議申し立てをしていくという形の中で凱旋をいたします。まずはですね、日程をお知らせいたします。11月7日、午前中10時からですね、100年記念塔駐車場において、できましたら凱旋と、それから抗議活動、並びにその状況の撮影をチャンネル桜の中でしてまいります。またその後にはですね、午後から道庁と、それから北海道議会前ですね、赤レンガ庁舎前において街頭演説会をしたいと、抗議の凱旋をしたいということを考えております。この辺りはですね、11月7日どのような状況になるかによって、時間的なものも変更があり得ると思います。できましたら国盛州北海道のですね、に問い合わせをいただくか、また国盛州北海道のツイッターにて載せておきますので、皆様方はそれをチェックをしていただきたいと思います。このような形の中で、何としてでも100年記念塔を守る、かなり厳しい状況まで追い込まれているのは確かであります。そして知事が全くこの歩みを止めようとしていないというのも確かです。いろいろな訴訟を起こしながらも、それでも止まらないというこの現状の中で、また国政の場から、国会議員が乗り込んできても、それでも止まらない。この状況を我々はしっかりとみんな北海道民にもう少し広めていかなければならない。そして何としてでも1月から始まる本体の解体に向けて、それまでに何とか方法を考えながら止めていかなければならないと、かように思っております。皆様方、多くの方々に11月7日ご参加をいただき、みんなでこの100年記念塔を守るというような活動を、11月7日からしっかりとスタートしなければならないと考えておりますので、ご支援ご協力よろしくお願い申し上げます。